さない。報酬を払うつもりなんてなかったんだわ。騙されるところだったわ。あなたがいなかったらブランドンを探さなくちゃ。殺さないでくれ。違うんだ。あれは無理やり自宅と倉庫に火をつけると言われて。ウィッチハンターは血も涙もない奴らだ。許してくれ。好きで人殺しになったわけじゃない。今すぐ殺してやりたいが、死体になれば喜ぶのはカモメぐらいだ。生きたきゃ倍の額を支払え。わかった。払うよ。もう行け。ありがとう、ゲラルト。いいんだ、手を貸せてよかった。ねえ、考えてたんだけど、シリについて知ってる人、ひらめいたの。町に夢見術師がいる。コリン・ヌ・ティリーよ。有能らしいわ。夢見術師の能力を信頼したことはない。コリンヌには実績があるの。試す価値はあるわ。魚市場とは反対方向、運河沿いを進んで。最初の橋の近く。家の持ち主デヨンケアは裕福な銀行家よ。一緒に来ないのか。ちょっと用事があるの。またネズミ退治か。同じぐらい気が進まない仕事。こんな時だから仕方ないけど。久々に会えてよかった。私もよ、ゲラルト。もう行った方がいいわ。コリンヌがどこかに隠れる前に。君に会いたい時は。魚市場の近く、ビッツに住んでるわ。近くまで来たら寄ってよね。わかった。またな。かかっただけか、それとも具体的に何かお探しか。あんたはルドルフ・デヨンキアだ。デヨンキア家の一人だ。祖先がこの町の基礎を築いた。今では最大の銀行を所有している。自慢話はいらない。
名前だけで十分だろう。父はよくこう言った。みんなにお前の価値を知らしめなさいとね。コリンヌ・ティリーを探してる。では正しい場所に来たな。コリンヌは中だ。ここ何日かこの家の過去を夢で見ている。なぜ自分の家の過去を調べてるんだ。歴史家か何かか。最近この土地を買ったのだ。かなりの高額でな。そのすぐ後に騒ぎがあった。それでここが幽霊屋敷ではないかと怖くなった。どんな現象は。はい、いろいろだ。夜中のクスクス笑い、屋根裏で動き回る家具、さらに先週は、信じないだろうが、応接まで人糞を見つけた。中で何が起きているか興味ないのか。その目で見たらどうだ。私は銀行家だ。呪われた家は恐ろしい。幽霊が資産価値に与える影響がわかるか。それにコリンヌに邪魔しないよう頼まれたんだ。中に入って様子を見たい。普段なら他人に家を物色させたりはしない。だがその件、ウィッチャーだな。入っていい。気まぐれだと思え。我々はすでに黒の軍団に依存している。経済的に。起きろ。それはただの夢だ。起きろ。屋根裏の人形。よし、次は屋根裏を調べよう。それを置いて、血をこぼさないで、お願い。ダメ、あっちへ行って、やめて、触らないで。
ダメ、あっちへ行って。やめて、触らないで。臨死への道が塞がれてる。2階にゆりかごがあったな。それに人形を置いたらどうなるかな。傑作はまだ一枚。かまどと焦げた鉄格子。楽しい謎謎だな。かまどを見つけないとな。わかるんだから。大きくて勇敢な男がちっちゃな皿を怖がるなんて最高。その辺にしておけ。誰かを怖がらせすぎたらしっぺ返しを食うぞ。どうして私を傷つけるの？ちょっとくらい遊んだっていいじゃない。どんな遊びだ？あの女の人が眠ったらひどい悪夢を見せるの。目を覚まさないようにして。すごいでしょ？面白いでしょ？面白いな。しかし夢美術師に話がある。彼女を目覚めさせてほしい。サラはあの人を起こしたくない。サラは遊びたいの。運がいいな。俺には君が無害なゴドリングだとわかる。だがそう思わない人もいる。なぜゴドリングだってわかるの？どうして？ねえねえ。その姿や仕草を見れば一目瞭然だ。
君はゴドリングだ。お前は夢見術師に悪夢を見せ、目覚めさせようとしない。なぜ彼女を苦しめる？誰も苦しめてない。怖い夢は面白いの。大きな面取りに追いかけられる夢とかね。真っ赤なトサカで。どうして幽霊屋敷に住んでるんだ？教えてあげる実はこの家、少しも取り憑かれてないの。そんなふりをしてみんなにそう思わせてるだけ。誰もいなかったから引っ越してきたの。銀行の偉い人がその後にここを買った。銀行家は嫌い、一緒に住むのはもっと嫌い。だから脅かしたの。銀行家は心底怖がったぞ。いいか、彼はこの家に大金を払ったし、簡単には手放さない。別の家を見つけるんだ。いやよ、いや、お断り。サラ、ノビグラドはゴドリングの住む場所じゃない。だが住みたいならお前の勝手だ。だから取引しよう。取引？どんな？夢見術師から手を引け。引き換えに銀行家には家が呪われてるという。それを解く手段もないとな。本当に？彼が信じなかったらどうするの？俺はウィッチャーだ。奴は信じる。そうしてくれればお友達を困らせないって約束する。少しもよ。すごく親切なのね。めったに言われないが、ありがとう。じゃあお寝坊さんを起こしてきて。止めないわ、起きるはずよ。いい日ね。あなたは？トリスメリゴールドからの使いだ。はあ、ひどい悪夢。この家の過去を夢で見るはずだったのに。代わりに見たのは家具。私を飲み込もうとする飢えた家具。バカみたいに聞こえるでしょうけど、でも夢の中ではまるで現実みたいに苦しんだわ。ゴドリングの仕業だ。幽霊屋敷だと人々に信じ込ませていた。しかもちょっとした冗談を君の夢に吹き込んだ。起こしてくれたのね。運が良かったわ。ウィッチャー流で対処したんだ。ありがとう。本当にひどい夢だったわ。お礼の方法はある？あるぞ。ノビグラドで目撃された若い娘を探してる。きっと手伝えるわ。でもまず頭を整理しなきゃ。おかしな夢のせいで蜘蛛の巣だらけみたい。ゴールデンスタージョンに来て。部屋を借りてるの。わかった、そこで会おう。我々はすでにコリンヌが出てきたが話してくれなかった。問題は解決したのか、それとも逆か。
両方だ。悪魔がコリンヌに取り付いていた。彼女は解放したが、家はまだ取り憑かれてる。コリンヌはこの家の過去を見たのか。ああ、かなりおぞましいものだったようだが、話すのを拒んだ。とても人が住める場所じゃない。あれだけのクラウンを払って、まあいい、金ならいくらでもあるからな。その2本目の剣は予備なのかな。なるほど。たくさんの娘さんを泣かせてきたんでしょうね。うん、いい歌じゃないか。去年よりはね、あの時は耳が苦しくなりそうだったわ。これを見てどう思う？ウィッチャー。音を聞くだけでは。これはもう武器を鍛え直したいのかい？どんな売り物がある？作ってほしいものがある。できそうか？
じゃあな。ああ、相手がここをうろつくんじゃない。スケリジー、その年で。この町の連中と来たら、種族が魔人やって汚いし、一人一人。こんにちは。もっとシャレの効いた言葉はないかな。ここで夢を見るの。そんな高齢術は見たことがない。もちろん参加したこともな。私が導くわ。まずはある種の精神的調和に至る必要がある。いくつか質問するから、それに答えて、正直に心から答えることが重要よ。君の能力について教えてほしい。説明は難しいわ。第一に、夢を見ようとしている対象と依頼人との絆を理解しなければならない。質問して感覚や感情を具体化するの。これには真実が不可欠よ。でも人には得てして話したくないことがたくさんある。ましてや気づいてないこともあるから、具体化するってのは難しいのよ。夢で何を見るんだ。私は見ないわ。見るのは依頼人。夢を呼び出すのが私の能力。時として悪夢や強烈な欲求が本物の出来事を夢に見させる。本物と偽物を見分けるのは大変なの。始めよう。まずはその女性についての思い出を話して。なぜだ。言う通りにして。最も強く、最も完全な記憶が必要なの。シリ、女性の名はシリだ。昔とある仕事を引き受けた。報酬を選ぶとき、俺は偶然の原則を行使した。その時は自分に託される子に会うとは思ってなかった。何年かのうち、ブロクリオンの森で偶然少女に出会った。それが誰かは知らなかった。
その森の妖精たちが彼女を気に入り、妖精に変えようとしていた。だが忘却の水は彼女には効かなかった。シリは俺と一緒にブロクリーンを出た。その後祖母の元へと送り返したが、すでに結びつきを感じていた。運命によって、それ以上の何かだ。ありがとう。もう一つ思い出を共有してもらえる？分かった。慌てないで、時間はあるわ。あれはリビアだった。ニルフガードとの二度目の戦争の直後だ。まだ張り詰めた空気が残っていた。何かをきっかけに町で暴動が起きた。どうにかしようとしたが、苛立つ群衆を止められなかった。熊手を持った少年がそれを俺の腹に突き通した。イェネファーも死に瀕していた。シリは俺たちをボートに運ばせ、リンゴの花が咲き続ける地へこぎ着いた。彼女は俺たちを残して旅立った。それが彼女を見た最後だ。他には何かない？他の思い出の話とか。そうだ、もう一つ。わかった、話したくないことはいいからね。ケイアモルヘンでの修行の後、ユネファーがシリを自分の娘と初めて呼んだ直後の話だ。シリと離れ離れになった。彼女に危険が迫っていた。幾度となく夢を見た。彼女を見つけたのはスティガ城だ。ユネファーを助けに行った途中で捕らわれたんだ。危なかった。血でぬめった階段でシリと並んで戦ったのを覚えてる。シリが剣で石弓の矢を弾いたのはその時が初めてだ。二度としないように言い聞かせた。強烈な記憶ばかりね。まだ続ける？まだある。話して。シリはニルフガードとの二度目の戦争で親を亡くした。若い娘をどう扱うべきか分からず、男と同じように扱うことにしてケイアモルヘンへ連れて行った。体を鍛え、剣を学ばせ、体力をつけさせれば困ることはないと思った。シリが崩れかけた壁の上に立ってたのを覚えてる。シリは足を滑らせ、ギリギリで受け止めたんだ。だが最も強烈な思い出は、ある日ドレスを着て部屋から出てきた彼女だ。気が乗らないと言いながら。シリは大人になりつつあった。もう子供じゃないと悟った時、呆然とした。言ってたわね、その女性には力があったと。聞かせて。彼女は古き血脈の末裔だ。血塗られたファルカの子孫？火炙りにされた反逆者の？予言では火をつけた者の血脈に世界の破滅者が生まれると。ただの神話だ。神話が予言へと変化するときを知ってる？信じるものを得たとき。あなたがあまり話をしたがらないのも頷けるわね。わかったわ。他には何かある？ああ、もう一つある。シリは時空を操りし者と呼ばれている。以前ユネファーに理由を尋ねた。彼女は世界と世界の間を移動する。いや、うまく言い表せないな。ユネファーの話があまり理解できなかった。分かるのは地理的な移動だけではないことと、その地に人知を超えた力を宿すことだ。分かったわ。他には何かある？ああ、もう一つある。
シェリが力の制御に苦労していたのを覚えてる。イエネファーが簡単な呪文を教えたら、シェリは近くにあった小屋を破壊した。シェリはショックを受けたようだが、まあ古い小屋だった。力の制御を身につけるのには時間がかかった。正直今でも完全には制御できないだろう。わかったわ。他には何かある？ないな。始めるか。ええ、彼女を大事に思うのは分かったわ。でもその口調、そこまで注意深く隠す感情は。続けてくれないか。くつろいで、力を抜いて。私の手を取り、シリに語りかけて。彼女がいそうな場所、そばにいそうな人物を教えて。そうだな。シリが俺を見つけられなかったなら、別の友人も頼るはずだ。それは誰？イエネファーはノビグラドにいなかった。トリスはいたが、シリは見つけられなかった。ダンディリオンかもしれん。二人は仲が良かった。最初はツバメの夢だった。それから悪夢に変わった。時に夢は増幅する。過去と同様に未来を見せる。ツバメはシリを意味してる。ダンディリオンを訪ねたようだが、あいつが町にいたとはな。聞き覚えがあるわ。誰かが遺言で彼にローズマリー&タイムを残したとか。ローズマリー&タイム、どこにある？町に入って歓楽街を進むと橋に突き当たる。ローズマリーはそのすぐ先よ。女郎屋を相続したのか？そう聞いたわ。助かったよ。幸運を祈るわ。シリが見つかるといいわね。何？あの海域に船ごめんだ。俺を見るなよ、白髪野郎。あんな安い給料でわざわざ飯は絶対外せない。どこになんて行くか。アルバトロス号がまだ戻ってこないらしい。俺に殴られた覚えは。もう全員やっちまえ。粉屋みたいに真っ白だな。ご用件は？どんなものがある？
またな。肉ゼリーを作る。血まみれにしてやる。負けた後になってから払う金がないとか言うなよ。例のウィッチャー。おお、張り紙の件かな。そうだ、後悔の同行者を探してるらしいな。ただの後悔じゃない。海を横断するんだ。よく聞け。1242年に歩兵隊に入れられた時、愛するレッタに約束した。無事に生きたままスケリッチの真珠を持って帰ると。しかもただの真珠じゃない、黒いやつだ。最も珍しく貴重なやつだ。そいつはすごいな。まあな。だが空約束に終わった。戦争から戻ったし、無事でもあったが、約束は果たしていない。それを変えるべき時だ。今じゃなければいつやる。問題はその間に年を取ったことだ。見ての通り、一人ではできない。頼れる強いものが必要だ。そしてウィッチャーなら十分に頼りになる。だからどうだろう。とても正気とは思えない計画だ。だが抗いがたい魅力がある。報酬を約束すれば手伝ってやろう。金の心配はするな。あちこちの前線からたっぷり持ち帰った。スケリッジのエリンビョルン近くの崩れた橋のそばで落ち合おう。黒真珠が生まれる海底のすぐ近くだ。それでいいか。いいだろう。そこで会おう。手もつけもお断り。俺を見てどう？二度と来るな、汚いもんなし野郎。今度来たらその足をちぎってケツから突っ込んで奥までつま先をかませてやる。ゲラルト、相変わらずいい時に現れるじゃないか。ゾルタン、相変わらずいい蹴りをしているようだな。あいつらは何だ。
ここらじゃよく見る連中だ。ちょっと出た隙に乗っ取られたってことさ。さて、大掃除が必要だな。全部片付けなきゃいかん。手伝ってくれるか。もちろんだ。マジかよ。なんだか昔を思い出すな。そうだな、まるでバージョンみたいな。思い知るがいい。よし、片付いたようだ。さあ、神の名のもとに再会を祝おう。久しぶりだな、友よ。ああ、ゾルタ、元気そうだな。最近よく鍛えてるのさ。戦争のせいでマハカムの蜂蜜酒は手に入らないが、レダニアのビールは変わらずうまい。しかし、お前は少しやつれたな。悩みでもあるのか。いろいろあってな、お前を巻き込みたくない。ふざけるなよ、ゲラルト。俺には全部話せ。シリを探してる。ノビグラドに来たのは分かってる。まだいるかもしれん。つまりあの子が戻ってきたと。ああ、今会っても気がつかないかもな。何年だ、6年、7年か。しかしあの子はここで何を。おそらく隠れている。危険が迫っているようだ。夢で見たのか。何度かな。彼女とワイルドハントの夢だ。うん、そりゃまずいな。ああ、ただこの町でダンディリオンと会ったのは確かだ。だとするとちょっと厄介だな。いくつか問題があってな。当ててやろうか。トリスだろ、それともイエネファーか。トリスとは話をしてケリはついた。イエネファーはその見つけたのか。全部話してくれや。話すがまた今度だ。今はそれよりもう少し大事な話がある。ほう。ダンディリオンはどこだ。おいおい、俺が知ってるとでも。奴に聞かなきゃわからんよ。見ての通り戻ってきたばかりだ。温かいイノシシ肉と冷たいエールが迎えてくれると思ったら、実際はどうだ。めちゃくちゃだ。ダンディオンはいない。酒場は宿なしどもで満員。何があったか見当をつか。その辺を調べてみるか。足取りがつかめるかもしれない。手始めに奴がよく書き物をしてた一階を調べてみよう。女神からの感謝と愛の言葉だ。他人の手紙を盗み読みか。悪趣味だな。私の顔は真っ赤にほてり、純粋な快楽に浸り、その甘美な蜜を体いっぱいに。あなたの巧みな指が私の魂に触れ、レンボの和音を奏でるのです。何何、テュサンの辛口ワインジュッタル、ソドンの蜂蜜酒5ケースか。変わったものはないようだ。待て待て、それこそが探していたものだ。やつの手帳だ。はっ、ダンディリオンが手帳を何か書いてあるとしても特殊な暗号に書き換えられてるさ。解けるのはやつだけ。いや、やつ自身も解けなかったこともあった。まあ見てみろ、調べる価値はあるはずだぞ。やつが遺産としてこの立派な店を受け継いだとき、立派な店主になる責任も受け継いだのさ。帳簿もその一環だ。そして人と会う予定もメモするようになった。仕事もプライベートも含めてな。さて、最近会った相手は。ほら、会ったぞ。どうやら最近は女とばかりだな、あの野郎。
悪くない考えだ。奴なら女にいろいろと話しているだろう。そこから足取りがつかめるかもしれない。つまりそういうことだ。俺はこいつとこいつで、くそ、面倒だ。俺はこっちの女どもに話を聞く。お前はそっちだ。いいな。ゾルタン、待て。これは詩だ。あの男が詩を書くのが何か不思議か。なるほどな。終わったらここで会おう。分かったことを教えてくれ。了解。行く前に少し片付けないとな。こんな惨状の中に帰ってくるなんて考えたくもない。お前も行く前に自分の文を読んでおいた方がいい。何か必要なら隣にいるぞ。年間吟遊コンテスト名誉銀賞ダンデリオン殿。ヘリワード王子直々の表彰だ。受賞記念の宴会は見物だったぞ。ダンデリオンはベロベロだったし、俺なんて、いや、この話はまた今度な。鼻が小さすぎるな。それに剣が大きすぎる。ちなみにワイバーン退治ってな、本当にこんな感じなのか。まあやり方は正しくないが、熱意を持ってる点は認めてやらないとな。オクセンフルト大学当局はレッテンホーブ子爵ジュリアン・アルフレッド・パンクラッツに自由七学科修士号を与える。そのアホみたいな名前のことをすぐ忘れちまう。全部最高級のブドウ園のものだな。ブドウに関してダンデリオンより精通しているものはいないさ。これがドルブラサンナのエルフから手に入れたというリュートか。そいつを置いていくとはえらく慌てたようだな。